さあ行くぞ。に出して8番のカフジテルビウム、さらに大阪からムーチを振るって4番のクリノフロンティア。さあ前は固まってきましたが先頭変わった。5番のキャッシュブリッツ、さらにはカフジテルビウム、それを追ってアーススピリット、そして4番のクリノフロンティア、さらに外から9番チョメチョメが追い込んできた。さあ前2頭並びにはカフジテルビウム、キャッシュブリッツ、それにチョメチョメが加わるが、前2頭並んだ。ゴールイン、わずかにキャッシュブリッツか。キーとアロットドリーム、アロットドリームが先頭に立ちます。そして間は10番のマキアージュ突っ込んでくる。その外には11番のカリューと13番デアデルマーレ、オーストは7番の黄色のトマト、2脚を通過してアロットドリーム先頭、そこから13番デアデルマーレが差を詰める。7番の黄色のトマトもぐんぐん差を詰めて、間割って3番クルールジュバンも突っ込んできた。一気に3番クルールジュバンゴールイン。2番手は9番アロットドリームか、外7番の黄色のトマト並んでいます。のキングレガリア、あとは馬群のオーストから7番のスターグローが追い込んでくる。さあ先頭は10番サイモンポーリアを捉えて、9番のディープリボーンが立って200を通過、外から7番のスターグローがぐんぐん差を詰める。3番手に3番のキングレガリアが上がってきた。抜けた9番のディープリボーン、これは3馬身4馬身のリード。2番7番スターグロー体制決した。ディープリボーンゴールイン、断然の人気に応えました。後ろには11番のアンクルクロスの追走、さらにはその内からはプレイソフトリー、内は1番のバラン、さらには上限の月、その外に15番のルキスアブラーで坂を駆け上がって200を通過。さあ先頭は7番のブルボンクイーンですが、その外から11番のアンクルクロスが抜けていく。そして3番手からは外から15番のルキスアブラー、さらには上限の月、3番手争い、11番アンクルクロスゴールイン。2番手が7番のブルボンクイーン、そして3着はグレートスプリットが先頭、そして並んでいく1番のアンシール、捉えて先頭変わりました。さらに3番のエイブラムスが2番手に上がります。その内からは7番のサンノーブル、残り200を全員通過、外から追ってくる8番のプレジャー、突き抜けた1番のアンシール、2馬身のリード。2番手には3番のエイブラムスですが、内からかわす7番のサンノーブル、先頭1番のアンシールゴールイン、デビュー勝ち。2番手は内から伸びた7番サンノーブル。400を通過、それを追って内にコースを取る5番のシュライフェ、今2番手、さらにはその外から追ってくるデッラ・アルバト、そしてマリネロ、1番外から1番のラレーヌ・デリス、200の標識を通過して先頭12番アリス・ベリテ、デッラ・アルバが内から、さらに10番のマリネロと1番のラレーヌ・デリス、ラレーヌ・デリスがぐんぐん差を詰めてアリス・ベリテを捉えた。ゴールイン、1番のラレーヌ・デリス相当はるか。
内は食い下がる5番トリオンファーレ、10番 BB グラテス、外から4番宮地シャルマン、外から4番宮地シャルマンが追い込んで一気にかわして先頭200を切りました。内3頭も食い下がっている。これを追って後方からは7番のコンテナジュニア、さらには3番ダノンペドロも追い込んできた。抜けた4番宮地シャルマンに外から7番のコンテナジュニアが体半分から首並んでゴール。その後3着は3番ダノンペドロ、4着9番バンベルク。からは13番の減災が襲いかかるが、その差が1馬身半。離れた外4番のフミサウンド追い込んできた。これをめがけて2馬身差、8番のオンマが通る。さらに外から14番スナイチゴールド、大外からは16番のダノンアーリーが追い込んでくる。抜けた4番フミサウンド先頭で2馬身のリード、外から16番のダノンアーリー、そして15番のスナイチゴールド3番手、先頭4番フミサウンドゴール。2着16番のダノンアーリー、15番のスナイチゴールド3着。6番ネフェルタリが先頭で1馬身のリード、離れた外から12番名将オーロラ、7番名将ポペット、この2頭が先頭2番手に躍り出る。これをめがけて1番佐野のエスポ、さらに外からは9番のフレンチギフトが追い込んでくる。さあ抜けた7番名将ポペット、外から9番のフレンチギフト、1番佐野のエスポ、さらに外から3番クイーンズミモザが追い込んでくるが、9番フレンチギフトゴール。2着争い1番佐野のエスポ、3番のクイーンズ。先頭10番バールデュマン、内を開けて先頭ですが、外から5番のセブンサミット、さらには9番の湘南アレイブ、内を狙って7番エイカイマッケンド、2番のカンティプール、200を切りました。いやいや4番サクセスドレイクは伸びを欠いている。3番レッドミラージュまだ中断です。さあ先頭10番バールデュマン粘っていますが、内から7番のエイカイマッケンド、バールデュマン押し切ってゴール。2着7番エイカイマッケンド、そして外は9番の湘南。さあ直線に向かいました。さあ先頭まもなく残り300の地点で、先頭5番の名将エニシア、坂を駆け上がって3馬身リード、2番手に7番ドロップオブライト上がって200を切りました。内は4番アビエルと今3番手、これを追って6番ロードラスターが4番手、前は一気に変わった。7番ドロップオブライトが先頭で、2番手5番の名将エニシア粘りそうか、先頭ドロップオブライトゴール。2着5番の名将エニシア残したか、4番その外8番の鳳凰武蔵。さあ直線坂の上り、13番朝倉キング先頭で2馬身のリード、追って11番ナイツオブキングス、その差がまだ2馬身半ある。逆に開いたか、内を狙って2番の鳳凰住吉追ってきた。外からは8番の鳳凰武蔵が追い込んできた。8番鳳凰武蔵、さらには6番テクノデザイン持っているが、先頭は13番朝倉キング、外から8番鳳凰武蔵ゴール。伊藤並びました。そして2番の鳳凰住吉